秘密は、宮崎県長町,町名としては耳津町。地内には、宮の下、高松、落ち鹿、駅通り、石並新町、立乳、別府、余り瀬、田野原がある。日向市耳津町の郵便番号は 889-1111. 本校では、同地域に、かつて所在した小遊軍耳津村、耳津町についても述べる。旧小遊軍、耳津町。 1955年日向市に編入。耳川右岸から石並川流域を占め、西部はオスズ西岸の産地、沿岸部は宮崎平野の北縁をなす。耳川河口の耳光港は、江戸時代は高鍋藩の情報交易港、明治、大正時代は入り子地帯を後輩圏とする物資の輸出入港となり耳は、その港町として栄えた。 当時の建物、敷地割りが残り、瀬戸内線雲の生誕にあたり、情報風の消華、造船、水運業者の家、許可が連なり、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定される。古くから港として賑わいを見せ、室町時代には日民貿易港としても発展していたことが知られ、江戸時代中期の1740年には、 公物二240枚が掘り出されたとの記録がある。耳津県庁跡宮崎のリニア実験船、神武とただし、危機には耳津もしくはそれと同定できる記述はない。古事記には日向国とのみあり、日本初期には記述がない。立岩神社伝承によれば、神武天皇の出航日は旧暦8月1日である。 神武天皇はこの日の昼に出向の予定だったが、風向きが変わったため早朝に繰り上げ、起きよ、起きよと家々を起こして回った。このことから、旧暦8月1日には起きよ祭りが開かれる。時間がなかったので着物のほつれに気づいても直す暇がなく、立ったまま縫わせた。そのためこの地を、立いの里と呼ぶ。住人たちは、出向に合わせて、 餅を作る予定をしていたが、急遽、小豆と餅米を一緒について渡した。これを、お船で団子と言い、今に至るまで、秘密の名物となっている。立岩神社には、神武天皇を起こし、剣岩尾がある。神武天皇が出向の際にこの岩に腰掛け式したと、され、社名の、立岩もこれに由来する。神武天皇と公開神の住吉三神を祭神とする。 日本海軍発祥の地域1940年、紀元2600年記念行事の一環として、海軍協会、大日本海洋少年団、大阪毎日新聞社の主催で、沖与丸が建造され、人武統制の功績をたどり、耳から大阪中野島まで公開し、柏原神宮に神立を奉見した。続き1942年、日本海軍発祥の地石踏みと両津かりの像が、 建てられた。碑文は、米内三政内閣総理大臣、海軍大将の筆による。占領期に碑文が一部連合国軍により、破壊されたが、現在は修復されている。耳津駅国道10号、鉄道道路路線バス港湾日光市、歴史民族資料館選定内容については、重要伝統的建造物群保存地区を、参照名称、日向市耳津振り仮名、 日向市ガ密種別、港町選定年月日、1986年12月8日、選定基準、伝統的建造物群及びその周囲の環境が、地域的特色を顕著に示している所在場所住所、宮崎県日向市面積、92000平方メートル解説分、幕末から、明治、大正期にかけて、海鮮業を中心に賑にわった港町、 地区内には三本の主道路と突き抜けと呼ばれる防カルが設けられ、それぞれの通りに切り妻、つまり、平ら入りの建物が混在している。ありがとうございます。